サラダバーは飲食店でサラダをビュッフェスタイルで提供する方式。サラダバーの起源には、1960年代中盤に、アービーズと似たアメリカ中西部のファストフードチェーン、ラックスが始めたという説、1971年、または1973年に、シカゴのレストラン、RJ グランツが始めたという説、1959年に、ハワイのワイキキで、 チャックスステーキハウスが始めたという説、1951年にイリノイ州スプリングフィールドのレストランザ・クリフスが始めたという説などがある。レストランではセットメニューでサラダを加えることがあるがメインディッシュに対して相対的に野菜の摂取量が少ないためサラダバー化することで大皿のサラダを注文しなくても野菜の摂取量を多くできるメリットがある。 飲食店の一角に設けられ、大きな容器に種類ごとに野菜が盛り付けられている。注文した客はセルフサービスで、好みの野菜、ドレッシングを選んで盛り付け、自席で賞味する。店によっては野菜、芋類、海藻以外にも、米飯、パン、麺類、動物性タンパク質、ナッツ、果物が用意されることがあり、考え方によっては、デザートもまかないるので、 サラダバー単体で注文してもバランスの取れた食事をすることが可能であることが多く、菜食主義者の食事にも向いている。ただし、客の思考が集中すると特定の野菜がなくなったり、残ったりするため、在庫調整や廃棄物の問題がある。北米では、スーパーマーケットの生菓コーナーやデリコーナーに重量会計性のサラダバーを設置していることがある。また、 大学の学生食堂にもサラダバーが設置されている場合もある。ありがとうございます。